こんにちは、ライムです。ということで、今回2周年魔王流祭すべてのガチャが出揃ったということで、魔王流祭パート1からパート4まで一体どのガチャ引くべきか優先度解説。はい、ということでね、僕のまあいろんな動画で結構コメントで寄せられるんですよ。結局リセマラでどれ取ったらいいですかとか、どこで終わらせたらいいですかとか、どのガチャ引くべきですかとか、いろいろあるんですけど、それはもうこの動画でもう全ての答えとしたいなと思って、今回ね、いつも以上にまとめが長くなってる、まとめられてないまとめになってんだけど、多分この動画めっちゃ長くなるんで、7人の話しないといけないから、長いなと感じた方はね、最後に飛ばしていただいてもらっていいので、とりあえず、パート1からですね、パート4までの7キャラ、一言ずつ一応お話しして、どういった特徴があるキャラだよって話して、最後にね、まとめという流れでいきたいなと思います。いつもだったらね、まあ、先月末であるところのこのね、パート1の方は、割愛するんだけど、まあ、今回パート1からやってくれっていうリクエストもあったので、やります。ただ一応ね、これ魔法の使い手勢力と一緒にまとめてお話ししたっていうのもあるから、まあ内容的には一緒なんだけど、まあいいですね。まあこれもう このガチャも今同時開催されてるから、どうせ多分じゃあこのパート1はどうなのって言われそうなので、これも一緒にお話ししていきましょう。はい、まずしずさんですが、こちら空属性の魔法攻撃タイプということになってて、でこれが、先ほどのですね、ジョーヌの性能評価動画でも言ったんですけど、これ敵単体の通常奥義ということで、シズさんとビオレとジョーヌが同じタイプの奥義キャラになってるんで、例えば空属性魔法のね、奥義単体フィニッシャーが欲しい、まあ、超過ダメージでダメージを出していきたいみたいな、場合であれば、まあ、この3人のうちの1人がいれば一応は役割は果たしてくれる、空属性魔法フィニッシャーとしてのね、なんですけど、まあもちろんね、その他に持ってるスキルセット、スキルの、組み合わせとかでまたどれがね一番その超過ダメージとかフィニッシャーに適してるとかっていうのはまた変わってくるので、まあ、その辺で検討してもいいんじゃないかなと思います。でしずさんの、その他のポイントで言うとですね、一応唯一無二の戦闘スキルで、前衛のスキルコスト20段、最大各スキルのコスト初期値までっていうものがあります。これ今までであれば、カゴキャラとかについてるものだったんでね、地属性のベニマルとかね、まあ、その他、一部のカゴキャラについているもの。で、まあ、結構希少性自体は高いんだけど、ただ、これがですね、特別、なんか直接的に火力に寄与してくれるとか、そういったものでもないので、高難度になっちゃうとどうしてもね、やっぱり火力が出るバフとかね、あるいは、マスオコン変換とか、そういったものが優先されてしまう都合上、あんまり席がないかな、現状ね。また今後ですね、新しいなんか、カゴキャラとか、環境が変わったりした時に、使える場面も出てくるかもねっていう感じなっちゃう。うん。で、あと、戦闘スキル2についても、味方全体の魔法キャラの奥義 30% アップ、あと敵全体の奥義ダメージ耐性2ターン 15% ダウンというものになってますが、まあこれか、あれか、レベル上がればもうちょっと倍率が高くなるのかな、なるけど、けどってやつだね。なんかそこまで劇的にこれがぶっ壊れかって言われたら別にそういうわけでもなく、まあ単純に魔法キャラの奥義ゲージためマンっていう感じかな。奥義ゲージため自体は、まあこの後紹介するひなたとかね、そういったキャラでもできてくるので、必ずしもこの静江さんじゃなくても、まあできるっていうところなので、まあいずれにしてもそこまで必要な場面、必要に駆られる場面が現状ないよっていう感じになっちゃうね。はい。で、次ひなたですが、ひなたに関してはスキルが両方ともいい。まずスキル1、味方全体の全属性攻撃力一旦 50% アップ、自身の弱点特攻一旦 30% アップってこと。で、これがね、55バフじゃなくて、レベル7以降になると、コストが40で打てるようになるんだよね。これが結構でかい。何気にいろいろ組み合わせていくと、ちょうどコスト40あるんだよねっていう場面結構多いから。そんな時に、これコスト40で全属性のバフ。ってことだから、これ、すべての
あらゆるパーティー、あらゆる組み合わせ、あらゆる勢力でこれ使えていくので、汎用性がかなり高いっていうところがいいところかな。で、あと戦闘スキル2についても、新たに手札に配られて全てのマスオコンを一旦奥義のマスオコンに変換、奥義のマスオコンの全てのゲージ増加量2ターン 10% アップ。これがですね、使ってみると結構やっぱ強い。まあこれが、運命の女神勢力の、あれ、草加か。草加、全然名前出なかった。花嫁草加。花嫁草加の奥義版。花嫁草加の技能でしたけど、それの奥義版ということで、奥義デバフ、奥義のマソコンデバフ食らってない状況であれば、非常に使い勝手がいい。まあ、過去のね、僕の使ってみた動画を見れば一目瞭然かなと思うんですが、これがあることによって、奥義ゲージがすごく溜めやすい。ってのがいいね。一気に溜められる。まあもちろんその時の、どのキャラのね、顔のマソコンが来てるかっていうところも、まあこれはもう何回かリタマラしないといけない事案ではあるんですけど、うまくいけば、この奥義のね、次のターン、これ打った次のターンで一気に極み奥義まで貯められたりとか、そういうことにもつながってくるんで、非常にいい。で、これがあれば、しずさんのさっきの奥義ゲージ 30% アップなんか別にいらなくなっちゃうんだよね。ひなただけで割と事足りるみたいな、状況にも持っていけたりするんで、結構強いね。で、今回、先月ぐらいからですね、今までだったら、例えば今回であれば、カゴのチャージ、カゴのマスオコンを軸にしたチャージ型編成を使えるっていう月なので、だいたい技能と奥義のマスオコンにデバフがかかってたところを、今回デバフないんだよね、奥義のマスオコンに。まあ、これ、先月の魔法の使い手勢力に、役割をね、壊さないようにっていうことなんでしょう、きっと。魔法の使い手勢力も今月使えるよっていうことをしたくて、おそらくこういう仕様にしてるんだと思うんだけど、だから来月はもしかしたらね、奥義のマスオコンにデバフかかってるかもしんないね。東波線とか武勇祭とかかかるかもしんないんだけど、そういう奥義のマスオコンに負荷がかからない、デバフがかからないようなところであれば、全部で使っていける。全クエストでこれ使っていけるから。で、やっぱり、以前のね、性能評価、この、ひなたの性能評価の時に多分言ったと思うんだけど、今回、カゴのチャージ型なんだけど、そういった別のマスオコンを主軸にしたパーティーでも、これさえ使ってあげれば、その次のターンね、一ターンだけ奥義のマスオコン6コンボして、その次また技能の6コンボなり、カゴの6コンボなりみたいな、立ち回りもできるから全然。うん。このターンに一気に奥義のマスオコン、使ってゲージ貯めたいんだよねっていう時に差し込むと結構いい感じ。使ってみるとね、意外なほどハマるというか、そんな感じになってるんで、まあちょっと使い勝手わかんないよっていう方は、今回のね、僕の11月の使ってみた動画とか、見てもらえれば、ひなたも使ってるんで、ぜひね、使い勝手も見えてくるんじゃないかなと思います。はい。あと言い忘れたけど、僕今はちょっと酒入ってるから、飲み屋帰りだからさ、ちょっと何言ってんのかわかんねえっていうこともあるかもしんないんだけど、それはもうごめんと言っとくね。なんとなくで察してほしいなと思う。はい。で、次、パート2のガチャですね。まず、カゴルミナスから話していきましょう。今回、カゴルミナスの導きの効果が、コリウス勢力が風属性の敵に与えるダメージ 60% アップ。それが魔法キャラの、攻撃力、防御力も 20% アップということになっております。で、あと、スキルコスト上限、これ2ターン目以降勝手に50アップずつしていくよっていう内容なんだよね。まあ、これ自体は結構変わってんだけど、他のチャージ型と違って別にスキル発動しなくても勝手に上がっていく。ただ、ちゃんとやってると、カゴのチャージ型っていうと、もうちょいね、この自動で上がるよりも、ちゃんと使った方が、コスト上限上がったりするから、普通の他の例えば、似たようなカゴキャラで臨戦の投資パーティーのベルザードとかね、臨戦ベルザードとかと比べると、ちょっと、上昇幅低いかなみたいなところもあったりするし、そっちで使えていたような、バフがこっちのコリウスの夢ではそのターン使えないよみたいなことにも一応つながってきたりとかするんですけど、8ターンだったらあんまり関係ないかな。もっと短いターンだとその辺で差が出てきてしまうのかなっていうところはあったりします。
まあこれガチ勢だけだね、この辺気にするのは。で、あと、ポイントとしては、そうそう。これ唯一無二のカゴスキルで強振率アップ持ってるんだよね。これが現状だと、これを強振率上げられるのがこのカゴスキルしかないので、かなり、レアであり、なおかつ今月出てくる特にブランとかジョーヌは、このカゴルミナスがないと本気出せないっていう形になるんで、その辺はね、しっかり考えないといけない。だからブランとジョーヌを使いたいのであればほとんどカゴルミナス必須みたいな、カゴルミナス欲しいかなその2人使うならみたいな、評価にどうしてもなっちゃうかなという感じがします。で、あと強振率のいいところで言うと、新規勢とかね、それからまだ始めたばかりの初心者の方であれば特にね有効なのが、既存のクエスト、今出てるクエストで強振耐性持ってる敵って存在しないので、あらゆるクエストで使っていける。例えば会心耐性とか貫通耐性とか持ってるね、敵は山ほどいるけど、強振耐性にはそれがないので、全部、なんなら全部このカゴルミナスでいけちゃうくらいの、結構過去のねクエストでは無双できるなっていう感じがします。今後の新しいクエストでは全然強振耐性持ちとかね全然出てくるだろうけど、はい、ここまで2年の間に出てきた既存のクエストでは強振耐性持ってる敵がいないからね。そう考えると結構新規勢はここでねカゴルミナス持っておくと非常に楽になりそうかなという感じはします。ただ、難点としてはこのカゴの魔装庫を軸にするチャージ型キャラっていうのは他で代用がいっぱいできちゃうんだよね。今まで散々出てきたからこの2年間、まあ、さっきも言った臨戦の闘士のベルザードもそうだし、このスバコラボのねメグミンリムルだってそうだし、あとリチのエキパーティーのカゴディアブロとかね、そういったキャラもいる。あとその他普通の星5で言ったら正月のラファエルとかもね、まあ、ああいったキャラもカゴのマソコン軸のチャージ型ということになるんで、そっち持ってるとまあちょっと優先度下がるかなみたいなところでしょうか。はい、あ、戻っちゃった。で、あとリムルだね。はい、こちら殺人の怪盗リムルさん、こいつがね、まあ、生放送で出てきたときはめちゃくちゃインパクトあったんだけど、実際これ使ってみると、正直微妙。なんか、しずえさんと同じくやっぱ便利キャラっていう印象になっちゃうかな。これ、全能の魔装痕ってあるんだけど、これ1回しか使えないし、加護の魔装痕だけしか変換できないっていうのがネック。使いにくい。うん、なんかで高難度だとどうしてもやっぱね他のキャラのようなバッファー優先になっちゃうんで、どうしてもね火力も求めていくとこういう両方とも変換系ってちょっとうーんってなっちゃうんで、片方変換で片方バフだったらいいんだけど、両方変換系はね、まあ、単純にただ立ち回りを良くするための、スキルになってしまうので微妙かな。ガチ勢ほど微妙になってくると思う。まあただもちろん全能のマソコン各種ゲージがね、まあかなり溜めやすい、特に奥義ゲージが溜めやすいんで極み奥義とかね、すぐ打てたりしますので、まあそういった面で特になんだろう、超短めのターンリミットとかでまあ使えるかなと思うんですが、ただ現状では別に必須じゃないかなっていう、持ってたら使う場面出てくるかもしれないけど、なくても全然なんとかなっちゃうよみたいな感じの印象だから、今回のこのガチャ回してたまたま出たらまあラッキーだよねみたいな感じで、このリムル目当てで回すようなガチャではないかなっていう感じがします、少なくとも。はい、で次ビオレですが、ビオレはね、まあこれさっき言った通りシズさんと同じ単体の空属性魔法奥義ということになってます。で、その上でスキルがですね、こちらこれがねバカ強い、消費ポイントレベル7以降80で味方全体の魔法攻撃力一旦 100% アップで、今まで魔法攻撃バフっていうのがほとんどないとかちょっと倍率低めとか、そういった感じで物理と違って、物理だったらねリッチの影響のガクトリムルがいたりして、ああいったキャラでバフができるから、だいたい物理パって言ったらまあリムル入れること多かったんだけど、そのさらに倍率の高い魔法版がやってきたっていうんだから、それは強いよね。で、この倍率を考えると、ほぼ
代用キャラいないと思っていいと思うんで、いないですこれ。だからビオレの本当に無双状態、まさに無双状態っていう形なんで、魔法界最強のバッファーで、さっき言った通り単体の空属性魔法アタッカーとしても強いということになってくるし、であともう一つこれもね、メグミンと全く同じ変換スキルなんで、このスバコラボをスルーした方とか、あと最近始めたよっていう方に関してもね、まあ、このスキルがついてることによって使い勝手がまあとにかく高い、抜群。過去の、チャージ型編成であれば、まあ、とにかくもう入れたいぐらいの、キャラになってるのかなという感じなんで、まあ強いね、マジで強い。やっぱこの組み合わせ、強いバフと変換スキル、まあこの組み合わせは本当に腐んないね、この、魔王竜界では。まあこれ例としてみるのであれば、ギーがねいい例だよね。ギーなんか 1.5 周年以降ずっと使ってるからね。まああとメグミもそうだけど、それを考えるとこんだけさらに強いバフもついてんだから、もうずっと使っていけるよ。来年までまだビオレ生きてると思う、全然。それぐらいの性能には一応なってんのかなっていう感じがします。でブランだね。この人が光属性なんだよね。光属性で、で奥義が敵単体の通常ダメージの光属性魔法攻撃なんで、まあ、ちょっとね弱点属性の関係で、まあ、今月であればやっぱビオレとかね、まあ、この後出てくるジョーヌの方が火力は出るかなっていうところだから、まあ、ブランに関しては、まあ、今月別に奥義で、戦うような感じじゃなくて、まあ、今後ね、また光魔法弱点の敵が出てきた時に活躍できるかな、みたいな感じで、まあ、今月奥義はあくまでおまけ。で、ポイントはスキルだね。こちら、まずスキル1、消費ポイントが、レベル7以降で80。で、味方全体の弱点特攻一旦 100% アップ。この倍率は、今の弱点特攻、魔法界では最強の倍率ということになってます。で、敵全体の強振耐性一旦 50% ダウンなんだけど、これの2つ目はね、1つ目はまあ汎用性高いくて使いやすいかなと思うんだけど、強振耐性ダウンの方はさっきちらっと言った通り、カゴルミナスしかね、強振率アップができるキャラがいないので、カゴルミナスはほぼ必須になっちゃうんだよね、本気出そうと思うと。っていうところで、そこが難点かなっていうところだね。で、あと戦闘スキル2。こちら、奥義の魔装痕、発動痕な、ごめん。発動痕をこのターン中のみ、過去の魔装痕に変換。過去の魔装痕の全ての現状下で一旦 10% アップ。こちらも、初実装のスキル内容。今まで、発動痕1枚なんか技能に変換とかね、過去に変換とか、そういったタイプのスキルはあったりしましたけど、3枚を変換するっていうのは初で。これがあることによって、立ち回りが爆裂にやりやすくなる。特に加護のチャージ型っていうと、基本常に加護のマソコンを6コンボしてどんどん各種ゲージ貯めていくみたいな、ことになってくんだけど、後半になってけばなってくほど、奥義の発動痕、奥義ゲージが溜まっちゃって邪魔になるんだよね、発動痕が。そのせいで5コンボとか4コンボしか最大できなくて、ゲージが溜まりにくくて立ち回りにくいみたいな。で、そのおかげで何回もリタマラしないといけないみたいなね、ことに陥ってたわけですよね。高難度クリアするためにとかね、あと武勇祭とかねってなってきたんだけど、このスキルが出たことによって常に加護の魔装痕6コンボがしやすくなった。しかもいい点が、これこの発動痕すべて加護に変換してくれるから、手札のうちの3枚が加護の魔装痕3枚確定しちゃうんだよね、これ使うだけで。で、残りの3枚は、過去のマソコンに3枚変換できれば、そのターン6コンボできるんで、運ゲードがかなり下がる。スキルが、まあ、1個か2個持ってけば、常に過去のマソコン6コンボが実現しやすくなる。確率的に言っても。っていうメリットがあるので、まあ、今後の過去のチャージ型でも、ちょっと立ち回りめんどくせえなっていう時は、とにかくブランさえ入れとけば、かなり楽になる。で、変換枠を少なくした代わりに他のね、バフ入れられるし、ブラン自体も弱点バフっていうね、すべての、パーティー、すべての勢力に関係なく使えていける、汎用性の高いバフ持ってるから、そういった意味でも結構使いやすいのかなっていうところだね。
まあもちろん強振率アップがないとこの強振体制の部分は生きてこないから、こっち結構死にがちになると思うんだけど、まあ、いいんじゃないかな。割と僕は好きな性能かなとは思いますね。はい。で、最後、まあこれもさっき話したし昨日もお話ししたんですが、ジョーヌだね。はい、こちらが空属性の魔法単体のフィニッシャーということで、さっきのビオレそしてシズさんと同じタイプです。ただ、ビオレの場合だと今回のコリウスの夢勢力の中で一番火力が出るキャラ、全てのキャラが揃ってる前提で言うとね、一番火力が出るんで、ビオレよりも火力が出る。なんでかっていうとスキル1、こちら消費ポイント、レベル7以降で80、奥義の発動後のダメージ力一旦 100% アップ、自身の強心力を一旦 30% アップで、ここの部分の自己バフ分だね。強心力 30% 高い分、ビオレよりもダメージが出るっていうことなんですよ。はい。これが一番のメリットかな。なんで、まあ、コリウスの夢勢力を極めたい人向けってなっちゃうかな。で、あとスキル2が、消費ポイントこちら55バフだね。原初の悪魔勢力の極み奥義発動後のダメージ力一旦 60% アップ。敵全体の空属性耐性一旦 50% ダウン。これまあ皆さんご存知かなと思うんですけど、もちろんのこと、これ奥義の発動痕のバフと極み奥義の発動痕のバフって別物なので、まあただ計算上はただの加算になるみたいですけど、うん、まあそう、同時に使えます。同時に使っていける。まあじゃなかったらね、同時に使えなかったらスキル1とスキル2で、まあそれは設定しないよなっていう感じなんで、別物ですからね。ただ2つ目のスキルは極み奥義じゃないとバフの効果ないんで、そこは注意してね。ただの奥義1段階目だったら別に全然意味ないからね。その辺はちゃんとあの極み奥義まで貯めて打つっていうところが重要になってくるかなと思うんですが、うん、ただね、範囲が狭いね。原初の悪魔勢力でなおかつ空属性じゃないとこれ本気出せないっていうことだから、具体的に言うと今回の空属性のビオレとこのジョーヌ、それから 1.5 周年のビオレぐらい、まあ、あとレインとかもいるんだけど、まあ、レイン使わないからさ、ってことを考えると実質3人ぐらい、これがちゃんとあの効果があるのがかなり狭いよね。かなり狙い撃ち性能になっちゃうから、実質ジョーヌが自分のために使うようなバフってイメージかな。自分が最大火力出すためにスキルに使うよみたいなところでしょうか。うん、であとね、難点としては奥義バフ、まあ、100% で倍率的には最強なんだけど、他にも奥義バフ持ってるキャラなんていくらでもいいんだよね。さっきから言ってるチギーとかさ、あと水着シュナとか、あとメグミンもそうか、そういったキャラいるから、そっち持ってたらまあその無理する必要ないというか、うん、まあ一応代用できちゃうよね。ギーとかね、ギーとかメグミンも一旦 80% バフだから、うん、っていうところになっちゃうし、メグミンとかチギはやっぱ変換持ちっていうね、さっきのあのビオレの話でも言ったけど、変換とやっぱバフって組み合わせが非常に使い勝手がいいので、まあこれ使ってみた方しかね、なんとなく分かんないと思うんですけど、使ってみたら分かる。使いやすい変換とバフ役はやっぱりどうしても、そんな感じですね。はい。ということで、やはりね、7キャラ説明するには長くなっちゃったけど、まとめいきたいなと思います。結局7人のキャラどれ引くべきっていう話、優先度解説なんですが、まあここで見てもらえば分かる通りですかね。であと一応もちろんのことを、この優先度っていうのは今回の新キャラ全て持ってない前提で語っているのでね、当然ながらね、あのどのキャラ当てたからどれ引いたらいいですかみたいな話ではなくなってしまうので、そこら辺は注意してくださいね。まあでもここ見れば大体わかるかな、優先度ね。まず新規勢とあとリセマラしてる方はこれ最低ラインね、最低ラインとしてカゴルミナスとビオレは絶対取ってね。まずね、始めたての人であればまあカゴ必須だし、その上でまあビオレは変換もできる、バフも持ってる、まあ必須だわっていうことで、この2人はマジで必須なんで絶対取ってくださいね。でその上で取ったら日向、まあ日向狙いがいいかな。で出たらまあまだ余裕あったらブラン行ってジョーヌで、リムルとシズさんはまあ別に
取っても取らなくても趣味でどうぞって感じなんだけど、そんな感じだね。あと次に無課金の、過去の魔装痕軸のチャージ型所持してる人、すでに持ってるよって人は、まあ、とりあえずビオレだけ引いとけばいいと思う。で、なんか余裕があるとか、ちょっとひなた引きたいなって人はひなたでもいい。ひなたもやっぱ全属性バフと、あと、奥義の魔装痕予備が便利なので、まあ、ひなた、そうだね。ビオレひなた持っとけば十分かな、無課金勢の方は。で、なんか、ちょっと、加護のね、チャージ型自体はそもそも持ってないと。普通に正月リブル止まりだと。みたいなレベルの人であれば、カゴルミナス取ってもいいと思う。うん。カゴルミナスなんなら最優先なんじゃないかな。やっぱカゴのチャージ型はそれぞれのね、カテゴリーのカゴキャラはやっぱ絶対必要になってくるから、高難度ね、いろいろ高難度クリアしていく上で、っていうことになってきます。あと課金者の方に言えるのは、もう、まあ、ここまでの僕のお話でわかると思うんですが、シズさんとリムル以外はまあ全部取ろうねっていう感じかな。要するに、課金者は。で、一方で、キャラ順の優先度で見る。これ無課金とか課金とか新規とか関係なくね、単純にキャラ単体で見た場合の優先度で見ると、まあ、ビオレだね。間違いなくビオレ。チギとか、めぐみの活躍度を考えると、まあ、ビオレ取っとけば多分、あと1年、3年、3周年まで全然戦っていけるような性能かなと思うので、まあ、これは取る。ゲットしようぜ。誰もがビオレはゲットしようと思う。で、あと次にカゴルミナスかな。っていうのもやっぱり、その現状唯一無二の強振率アップ持ってるから、結局カゴルミナスがいないとコリウスの夢勢力はほとんど機能しない感じがあるので、まあ、これは欲しいかなと思う。で、もちろんさっきも言った通り、他のね、カゴの魔装痕軸のチャージ型キャラ持ってるんだったら優先度は下がる。最悪持ってなくても代用できちゃうから、そっちで。はい。で、あとブラン、次にブランかな。チャージ型の立ち回り楽にかなりなるし、あと、汎用性の高い弱点バフ負けるから、その、ね、他の、今後出てくるチャージ型のパーティーにも、一応なんか穴埋め的な感じで入れていくことができる。あと、各種ゲージも貯めやすいから、貯めやすいってことは結局、極み奥義も貯めやすいからね。やっぱ極み奥義貯め要因は欲しいよね、一体はね。はい。で、あと、ジョーヌンさんに関しては、まあ、こっちはもう本当にコリウスの夢勢力極めたいクロート向けになっちゃうかな。武勇祭で本当に最大ダメージ出したいとかね。っていう方向け。で、一応、アタッカーとしては別にビオレで代用はできるっちゃできるので、うん、なんか本当に、今月、コリウスの夢で暴れたいよって人だけでいいと思うな、ジョーヌは別に。で、まあ、さっきから言ってる通り、ブランとジョーヌを完全に生かすのであれば、カゴルミナス必須なんで。なんで、ブランとジョーヌを考えるのは、まず、ルミナス持ってるかどうかで考えた方がいいと思う。持ってるなら、まあ、ジョーヌ考えればいいし、あ、ごめん、ブラン考えればいいし、まあ、ジョーヌは好み。それでもなお余裕があるんだったら狙ってもいいと思う。あと、シズさんとリムルはね、まあ、正直なくても全然問題ない。現状使い道が少なすぎるんで、うん、まあ、今後、なんか、生きる場面がもしかしたら出てくるかもしれないけど、みたいな感じなんで、基本的にはまあ、1から3番までのね、を考えて、余裕あったらジョーヌとかね、考えればいいのかなとは思いますね。はい。まあ、こんな話しても多分ね、ジョーヌ引く人は、本当にキャラで引いてるか、ウルトラガチ勢か、どっちかだと思うので、まあ、いずれにしても僕の動画見ずに多分もう引いてんだろうなと思いますね。きっとね。多分、ジョーヌに関しては。はい。こんな感じで大丈夫ですか？僕にコメントいっぱいくれた方。いっぱいいろんな人くれたけど、これで納得してくれたなら幸いです。はい。以上、酔っ払いライムでした。といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。